北海道旭川市で9日、雪を入れたタンクでおよそ4ヶ月半熟成させた日本酒を取り出す作業が行われました。日本酒の取り出しを行ったのは旭川市の高砂酒造です。高砂酒造では今年2月下旬、地中に埋めた高さおよそ 3.5 メートルのタンクの中に酒瓶を置き、隙間に雪をぎっしり詰めました。この日は蔵人4人がタンクの中の瓶をスコップで掘り出しました。タンクの中の温度は氷点下2度から0度に保たれ、香りが豊かに味がまろやかになるということです。香りはどうですか？香り、フルーティーな香りが残ってて、とっても良くなっていると思いますね。味もしっかり出ていて、熟成した効果が出ていると思います。取り出した酒は火入れ処理して、26日に純米大吟醸酒氷節囲い熟成として発売されます。